西山和弘君。皆様おはようございます。おはようございます。開発新風の西浜和弘でございます。ありがとうございます。本3月議会におきましても登壇の機会をいただきましたこと、関係各位に心より感謝を申し上げます。本題の質問に入ります前にお許しをいただき、最近のトピックスから行政職員に求められる姿勢について少し触れさせていただきたいと思います。昨年11月に開かれた第187回通常国会の地方創生に関する特別委員会において、地方創生担当の石破大臣が述べられた一節をご紹介したいと思います。行政というのは最大のサービス産業を担う経営者である。納税者が減ったら経営は成り立たない。行政職員というのはどうすれば納税者のために働けるかという意識の改革をしていかなければならない。この意識改革に必要なことはやはり経営者としての視点であり、そういう意味からスーパー公務員という人材を育てていかなければならないと述べておられました。ここでスーパー公務員という言葉が出てまいりましたが、つい10日前の2月23日、それこそスーパー公務員と呼ばれている方がつなぎ町で講演を行われました。この方は石川県の羽咋市の市役所の男性職員で、お名前を高野さんとおっしゃいます。実は平成22年9月定例議会において、私の一般質問の中でこの方のご活躍ぶりを紹介しました経緯がありますことから、本日ここで改めて要約した内容をご紹介させていただきたいと思います。羽咋市は人口約2万2000人の小規模の市です。かつてはみ出し公務員と言われていた高野さんが日本中を驚かせるよもやのブランド商品開発を成し得たというエピソードをお持ちです。そのエピソードの内容ですが、羽咋市内には御子原米という米の生産地域があり、高野さんは町おこしのためになんとかこの米を高級ブランド米として流通できないかと考えていらっしゃいました。御子原は漢字で神の子の原っぱと書きます。神の子はキリスト、キリストといえばローマ法王と連想し、結果ローマ法王との面会を実現し、御子原米の献上を取り付け国際流通を成功させられました。それ以降この御子原米は市場より高値の1俵4万2000円で取引されるようになり、またこのブランド米を使った日本酒も720ミリリットルのサイズではありますが3万360円という高額販売に成功したとのことです。つなぎ町での講演の中でスーパー公務員の高野さんは失敗を恐れないでやってみる姿勢が大事と語られたとのことです。私は高野さんの存在を知ることになったのはあるテレビ番組でしたが、この報道の中で次のようなナレーションが流れました。公務の職場の常として新しい政策を打ち出そうとすると失敗したら批判されるだろうなとか戸惑い、はたまた近隣の市町村の取り組みや状況はどうだろうかとか、いわゆる前例踏襲主義にすぐに走る傾向がある。なぜかみんな守りの姿勢に入る。しかし見失ってならない一番大事なことは誰のためにこの仕事をやるかという表現でありました。私もこの思いを念頭に置きながら通告に従い順次質問をしていきたいと思います。まず第1項目の1つ目、障害者優先調達推進法の施行に伴う障害者就労施設等からの物品等の調達の取り組みについて健康福祉部長にお伺いします。まず1点目、就労する障害者の自立の促進を図ることなどを目的に障害者優先調達推進法が法制化され平成25年4月に施行されました。この法律の概要、そして地方公共団体に課せられた責務と努力義務についてお伺いします。2点目、本市は八代市障害者就労施設等優先調達方針を策定し、平成26年度からその取り組みを本格化されています。以下略して方針と呼ばせていただきますが、この方針の概要についてご説明を願います。3点目、この方針に基づきどのような取り組みを行い、どのような実績につながったのかお答えください。以上、壇上での質
問はこれまでとし、以降の発言は発言者席より行います。上田健康福祉部長。おはようございます。おはようございます。西山議員ご質問の、障害者優先調達推進法の施行に伴う障害者就労施設等からの物品等の優先調達の取り組みについての1点目、障害者優先調達推進法の概要についてお答えいたします。ご案内のように障害者優先調達推進法は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を推進するため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的、積極的に調達することを推進するため、平成24年度に制定されました。この中で地方公共団体は毎年度障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所等や、障害者を多数雇用している企業および在宅就業障害者等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後において調達の実績を公表する責務と、優先的に物品サービスを調達する努力義務が課せられています。これを受けて本市におきましても、平成25年度以降、毎年八代市障害者就労施設等優先調達方針を定め、今年度から本格的な運用を進めております。次にご質問の2点目、市方針の概要についてご説明いたします。この方針の適用範囲は、本市の教育委員会等を含む全組織としております。調達の対象となる施設等は、市内にある障害者総合支援法に規定される一般企業への就労を目指す方に必要な訓練を行う就労移行支援事業所、一般企業での就労が困難な方に就労機会を提供し雇用契約を結び利用する就労継続支援 A 型事業所、また雇用契約を結ばないで利用する就労継続支援 B 型事業所、さらには身近な地域で創作活動機会の提供や交流活動を行う地域活動支援センター等があります。その他、障害者を多数雇用している企業など、障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者等を対象としております。調達する物品等は、事務用品、食料品、小物雑貨などの物品と、印刷、クリーニング、清掃、施設管理等の役務としております。調達目標としましては、前年度の調達実績額を上回ることとしております。また調達の範囲を、地方自治法施行令第167条の2に定める第1号随意契約の限度額を超えないものとしており、調達の実績につきましては年度ごとに取りまとめ、市ホームページ等を通じて公表するものとしております。次にご質問の3点目、この方針に基づく本市の取り組みと調達実績についてお答えいたします。まず、障害者就労施設等が提供できる物品等の内容等について調査を行い、その情報を全部署に発信しております。また市内の障害関係事業所で構成されております八代市障害者福祉事業所連絡会を通じ、公園清掃作業委託等の実施や、本庁ロビーにおいて各事業所活動の紹介を行うなど、作業機会や受注拡大のための支援を行っております。参考までに、平成25年度の調達実績につきましては、健康福祉部や教育部などの6部16課で、その合計は約700万円となっております。具体的な調達の内容は、封筒、パンフレット印刷、公園や駐車場の清掃業務委託、配食サービス事業委託等となっております。以上、お答えといたします。
西山和弘君、はい、ありがとうございました。ただいまのご答弁から障害者優先調達推進法が目指すもの、地方公共団体が果たすべき役割、そして本市における方針とこれに基づき障害者の方々が働いていらっしゃる施設などとのどの程度の金額の契約が結ばれ、どのような物品等を調達しておられるのか、取り組みの状況を伺い知ることができました。ここで障害者優先調達推進法が法制化された背景に思いを巡らすために、本市における障害を持たれている方々の就労状況や月々の手当がどれくらいあるのか確認してみたいと思います。再質問させていただきます。一つ目の質問として、本市における障害者の就労状況等について6点伺います。1点目、障害者手帳をお持ちの方で生産年齢層の人数。2点目、障害者就労施設の種類とその定数。3点目、一般企業で働いている障害者の方の人数。4点目、在宅で働いている障害者の人数。5点目、就労していない障害者のうち就労の意思がある方の人数。最後6点目に、障害者からの就労に関する相談についてどのような支援体制がありますでしょうか。2つ目ですが、就労継続支援事業 B 型に関して2点伺います。1点目、月々の平均工賃はいくらですか。熊本県と八代市それぞれの場合をお答えください。2点目、国の施策、都道府県の取り組みとしてこれまで工賃向上計画を実施してきておられます。この計画には福祉的就労の底上げを図るという側面もあることから、就労施設などの事業所への支援も欠かせません。本市における取り組みの状況を健康福祉部長お答えください。以上、上田健康福祉部長。はい、自席から失礼いたします。本市における障害者の就労状況などの現状についてお答えいたします。まず、身体、知的、精神障害の手帳所持者で18歳以上65歳未満の方は平成26年12月末現在で3347人でございます。次に、市内で物品の製造販売や役務の提供を行っている障害者就労施設の定員は、就労移行支援が8事業所で66人、就労継続支援 A 型が9事業所で139人、就労継続支援 B 型が7事業所で189人、地域活動支援センターが2事業所で35人、合計の429人となっております。次に、一般企業で働いている人の数はハローワークの集計によりますと640人となっております。また、就労していない人のうちハローワークに登録して仕事を求めている方は1108人となっております。次に、障害者の就労に関する相談支援の体制としましては、ハローワーク、障害者就業生活支援センターなどがあります。特に県より委託を受けた熊本県南部障害者就業生活支援センター由比では、相談者に応じた生活指導を含めたきめ細やかな支援を行っております。続きまして、市内の就労継続支援 B 型事業所の1人当たり月平均工賃の状況についてお答えいたします。就労継続支援 B 型事業所は、障害の程度や種類によって一般就労が困難な方が利用の対象となっており、その特性から作業内容が簡易なものに限定され、収益性の低いものがほとんどとなっております。そこで働く障害者の月平均工賃の状況でございますが、平成24年度が14,300円、25年度が14,914円、26年度は1月分までの平均になりますが15,038円となっております。これは県内の平均が24年度13,563円、25年度は13,648円でありますので、いずれの年度も県平均を上回っており、それぞれの事業所の工夫により年々向上している状況でございます。障害者就労施設の利用者の工賃向上のために、国は工賃向上計画の指針を示しております。この指針に基づき、平成24年度からの3カ年を計画期間として県が策定しました熊本県工賃向上3カ年計画は、
対象を就労継続支援 B 型事業所とし、月平均工賃を平成26年度には1万7300円にすることを目標としております。その中で県は事業所の工賃向上への取り組みを支援するために、商品販売の戦略や営業販売技術のスキルアップなど、工賃向上支援研修会の開催や商品展示商談会の実施、工賃向上アドバイザーの派遣等を行っております。また本市におきましては、県が実施する商品展示商談会についての広報や、県と連携し本市の調達事例を他の行政機関等の発注の参考として情報提供するなどしております。以上お答えといたします。以上、西山和弘君。はい、1点目の質問に対し細かい調査をいただきましたことをありがとうございます。18歳から65歳の年齢層で障害者手帳をお持ちの方の人数は約3300人ということでした。この数字の中には重度の方など、あるいは他の病気との併発の状況の方など、いわゆる就労自体ができかねる方の数も含まれていることと思います。このことも踏まえた上で、障害者就労施設における就労者の定数と、それから企業に就労されている方の数を足し合わせると約1000人という数がイメージできました。またあくまでハローワークでの数値とのことですが、就労の意思はあるがまだ就労に至っていない方は約1100人いらっしゃることも分かりました。たまたまでしょうが奇遇な数字です。本市の職員数は約1080人です。就労支援施設の定数と企業で働いていらっしゃる方の合計数は今申し上げましたおおむね1000人、また就労の意思はあるがまだ就労に至っていない方の人数も約1100人と、いずれも市役所の職員数とほぼ同数の状況です。職員の皆さんは福祉の関係の業務に当たられる際はぜひこのことを頭に思い浮かべながら仕事に当たっていただければ幸いでございます。さて、障害を持たれている方の受け入れが社会で整うこと、例えば一般就労として企業などでの雇用が結ばれること、あるいは個人の状況に応じた働き方や支援が就労施設などで対応いただけるなどの受け皿作り、いわゆる障害者の自立を経済面からも支える環境や機会作りのさらなる充実が、今確認しました本市の就労状況の数値からも伺えるところであります。次に2つ目の質問でありますが、就労継続支援事業 B 型に関し、1点目、月々の工賃についてお伺いしましたところ、本市は熊本県の平均工賃を上回っていることが確認できました。国が策定した工賃向上の指針に基づき、熊本県が計画する B 型事業所については本年度の工賃目標を1万7300円と掲げているところです。この目標額に少しでも近づけるよう、県そして本市はこれまで不断の努力を重ねてこられているものと察します。そのような中、本日のテーマ障害者優先調達推進法が法制化され、本市でもこれに基づく優先調達に関する方針を策定されたことは辞儀を得たものであり、大変意義ある施策が推し進められていると受け止めております。文字通り障害者の皆様の経済面での自立を公的な関係機関が後押しするというあり方が、今後社会的にも正しく認知され、本市の組織においてもより良い運用がなされていくことを私も願うものであります。そこで改めて質問させていただきます。八代市障害者就労施設等優先調達方針の運用状況について健康福祉部長にお伺いいたします。議長。上田健康福祉部長。はい、自席から失礼します。本市方針の運用状況についてでございますが、まずこの方針の適用範囲を本市の全組織と指定していますことから、全庁的に推進するための取り組みといたしまして、毎年度の方針策定に際し、全職員に方針の内容と積極的な調達について周知を行っております。また全課会を対象に実施しております財務契約事務研修会の配布資料におきましては、一期随意契約に係る見積もり合わせにあたって障害者就労施設等の参加を推進する旨を明記しております。さらに障害者就労施設が提供できる物品やサービスについて、施設から情報を収集し、取扱品目別や業務別のリストを町内の電子掲示板に掲示し、
物品等の調達や予算要求の際に活用できるよう、全職員への情報提供を行っております。しかしながら、調達を行う側だけでなく、提供する障害者就労施設等の認識理解も重要でございます。そのようなことから、本市ホームページによる法令や市方針の周知に加え、本市の障害者福祉に関する中核的な役割を果たす協議の場である八代市障害者支援協議会の中で、市内すべての障害者就労施設が参加されている就労支援部会において詳しく説明を行っております。さらには八代市障害者福祉事業所連絡会において駅務等の受注窓口体制を作るための支援等を行っているところでございます。以上お答えといたします。西山和弘君。はい、運用状況についてご答弁をいただきました。市役所内部における取り組みとして、各部署に対し障害者就労施設等からの積極的な調達を促すための周知や取扱品目のリストなどの情報提供を行っていること、組織を挙げた行動に移そうとされている姿勢が伺いました。次に障害者就労施設に対しては、本市の優先調達の方針について八代市障害者支援協議会や八代市障害者福祉事業所連絡会を通じて説明を行うなどの対応を丁寧に行っている旨のお答えでした。本市が策定された方針が、ただ今ご答弁にありましたような地道な取り組みの積み重ねにより、より良い方向に進んでいくことを期待したいと思いますが、この方針が策定され、実質的なスタートを切ったのは本年度4月からであります。現状としては、この施策はいわゆる途上の段階にあると思います。全国の多くの自治体においても、まだ手探りの状況であり、さまざまな課題と向き合っておられることと察します。例えば、市役所の組織を挙げての取り組みをいかに浸透させていくのか、障害者就労施設等以外との民間企業との競争のあり方、適正な住み分けをどのように考えていくのか、方針に掲げてある優先調達の目標額については、どのようにその金額を設定するのか、あるいは在宅就業障害者の現況をどのように把握し、そして支援につなげていくのか、などなど、課題は山積しているものと思われます。そこでこの項の最後の質問をさせていただきます。本市が定めた方針の運用にあたり、どのような課題認識を持っておられますでしょうか。併せてその課題について今後の対応の方向性をお示しください。以上、上田健康福祉部長。はい、自責から失礼します。先ほど申し上げましたとおり、現在、本市ではさまざまな取り組みを実施しておりますが、議員ご指摘のとおり、全庁的な取り組みのための方策や、目標達成のための実績管理方法、民間企業との住み分けなど、方針を運用するにあたりまして、多くの課題があることは認識いたしております。これらの課題解決に向けて、今後、庁内の協力体制づくりを行うほか、障害者就労施設等とも十分協議を行いまして、本市が求める需要と、事業者の供給がうまくマッチするよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。西山和弘君。はい、ただいま課題として捉えている事項をいくつか挙げていただきました。私と同様の課題認識を持っていらっしゃることが確認できました。またそれらの課題解決に向けて、市役所内部の体制づくりや障害者就労施設などとの対話を行っていく旨のご答弁を伺うこともできました。ここで私の最初の方の質問で確認した内容のおさらいをしておきたいと思います。法に基づき地方公共団体に課せられた責務の一つとして、市としての方針の策定があるとの答えをまずいただいたところです。合わせまして地方公共団体の努力義務についてお伺いしましたところ、障害者就労施設などから優先的に物品等を調達することとのご答弁もありました。ここで注意しておかなければならないと思うことが一つあります。市の方針は毎年度策定するという扱いになっていますが、この義務は今後もきっと果たしていかれることでしょう。一方、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達すること、これはあくまで努力義務とされております。おそらく全国の各自治体での取り組みに仮に温度差が出てくるとしたら、この努力義務に対する組織としての認識の持ち方にきっと影響されるものと察します。
この懸念もありましたので、今回方針の運用のあり方が肝になるものと考え、細かな質問をさせていただいたところです。ご担当部署である障害者支援課の皆さんはとても誠実な姿勢でこの施策に向き合っていらっしゃることが伺いました。所管されます健康福祉部のみならず、どの職場どの部署におかれましても、福祉の精神を大事にされ、引き続き関連の業務遂行に精励していただきたいことを切に望みまして、この講を終わります。西山和弘君。はい。次に第項目の2つ目、本市の各部署で締結される随契約の潜在的課題の顕在化と今後の対応について総務部長にお尋ねしていきます。行政が行う契約行為の種別はいくつかあるところですが、今回はその中で随契約について質問をさせていただきます。まず関連する国の動向について少し触れておきたいと思います。国の公共調達、特に随契約については関係省庁連絡会議において平成19年11月に随契約の適正化の一層の推進についての申し合わせが行われてきた経緯があります。さて本市においては国のこのような取り組みとは直接的な関係はなかったものとは思いますが、今から遡ることおおむね4年半前の平成22年の9月、市の契約担当課から随契約の適正な事務処理についてという表題の通知を各部署へ発出されています。その後見積もり業者の選定に関する通知も出されています。このようなことから本市においてもその当時何がしかのお気づきがあってのことであったと推察します。そこでお伺いします。1点目、この随契約については地方自治法にも規定されていますが、地方自治体における随契約とはそもそもどのような行政行為を言いますか、ご説明ください。2点目、本市の各部署で契約されている随契約についてお尋ねします。随契約についてはその対象となる契約行為に消耗品や備品などの物品や役務等さまざまあるかと思いますが、本市における過去の契約実績についてお答えください。以上、総務部長にお尋ねいたします。木本総務部長。おはようございます。おはようございます。西山議員お尋ねの第項目2点目、本市の各部署で締結される随意契約の潜在的課題の顕在化と今後の対応についてお答えいたします。まず地方公共団体における随意契約とはどのような行為であるかということでございますが、契約締結につきましては地方自治法などに規定されておりますとおり、原則として競争入札によることとしております。ただし、地方公共団体の規則で定める額を超えない少額のもの、特定の業者でなければ履行できないもの、緊急を要するものなど一定の要件に該当する場合につきましては履行能力のある業者の中から任意に業者を選定することにより競争入札によらない簡素かつ迅速な手続きをもって効率的に契約を締結する方法がございます。この契約締結の方法が随意契約でございます。次に本市の各部署で締結される随意契約の過去の実績についてでございますが、これまで調査した一例としまして比較的発注が多い印刷製本にかかる随意契約についてご説明いたします。平成23年4月から平成26年9月末までの過去3年半にわたる調査の結果といたしまして、各部署で締結されております個々の契約を見ますと、本市の指名業者のうち市内業者の受注機会を確保する観点から市内業者で履行可能な業務は市内業者を優先すること、また競争性を確保する観点から複数の業者による見積もり合わせを行い有利な価格で契約することといった原則にのっとりまして、適正に締結されているか適正にされているところでございます。
また見積もり合わせの件数は約600件でございますが、市内の指名業者14社の選定について申し上げますと、2社が約 50% の290件程度、1社が約 35% の220件、1社が約 25% の161件、4社が約 15% の90件程度、6社がそれ以下となっております。見積もり業者の選定にあたっては、機器の保有状況などにより、履行可能な業者が限られる業務もありますことから、選定された数の代償による単純な比較はできない要素もございますが、一部の部署については固定化し、偏りが見られたところでございます。以上お答えといたします。西山和弘君。はい、まず1点目、随意契約とはどのような行為かについてご答弁をいただきました。市が定めた少額の契約など一定の要件に該当する場合、履行能力のある業者の中から任意に業者を選定するものであり、競争入札によらない契約の締結方法である旨のご説明でございました。次に、各職場でここに締結されているこの随意契約の過去の実績についてお伺いしました。比較的発注の多い印刷製本について過去3年半分を対象とした調査結果の概要がお答えとしてありました。私なりに要約しますと、市内の業者の受注機会の確保を優先的に講じられていること、競争性の確保の観点から複数の業者による見積もり合わせが行われていることなどの取り扱いの中、個々の契約行為は適正に締結されているとの見解をお示しになられました。随意契約の事務所については問題がないとのことで、この点については安心いたしました。しかし、業者の選定の部分については次の答弁がありました。過去3年半の見積もり合わせ件数については約600件あったこと、次に市内にある14の印刷業者のうち見積もり合わせに選ばれた頻度についてですが、詳しい説明がなされました。繰り返しになりますが申し上げますと、2つの業者は約 50% ですから2回に1回を呼ばれている、1つの業者は 35% ですので3回に1回の割合、また別の1つの業者は 25% であり4回に1回の頻度ということになります。これに比べ残りの6つの業者は約 15% 以下という結果になっているとのことでした。執行部のご説明では、数字の上からだけの単純比較はできない要素もあるとのことでしたが、一方一部の部署にあっては業者選定が固定化する、いわゆる偏りがあることを確認しておられるようです。そこで再質問いたします。1点目、業者選定が固定化している部署が一部にあるという事実から、受注の機会の均衡が損なわれているものと受け止めました。このような部署に対してどのような指導や対応をこれまで行ってこられましたでしょうか。具体的にお答えください。2点目、ここで改めて確認しておきたいのですが、契約とは本来どうあるべきものでしょうか。契約の原則について総務部長、ご説明をお願いいたします。木本総務部長。はい。自責から失礼いたします。各部署への指導や対応につきましては、これまで通知文書や職員研修を通して見積もり業者の適切な選定に努めるよう全庁的な周知や注意喚起を定期的に行ってきたところでございます。さらには今年度から部長会や部次長会においても同様の周知を行いますとともに、印刷製本につきましては、先に申しました過去の結果を踏まえたところで、見積もり業者に偏りが見られた部署にはその現状を伝えるとともに、今後受注機会の均衡に留意しながら見積もり業者の適切な選定に努めるよう個別に注意喚起と指導を行っているところでございます。また契約の原則についてでございますが、地方公共団体は公共の福祉の実現を目的とするものでございまして、締結する契約もこれを達成するための手段として行われるものでありますことから、地方自治法をはじめとする法令などに基づきまして、契約手続きの透明性を高めながら
受注機会の均衡などの公正性、複数の見積もりにより有利な価格とする競争性及び履行の確保を図ることであると認識いたしております。以上お答えといたします。西山和弘君。はい、随意契約が各部署でここに行われている契約事務であるがゆえに、業者選定の全容がこれまで全庁的なものとして捉えきれなかったようでございます。この潜在的な課題が今般の調査結果により浮き彫りになりました。随意契約の盲点がまさしく顕在化したと言えると思います。次に2点目の質問、契約の原則についてお伺いいたしました。言わずもがなのことではありますが、確認の意味を込めてあえて改めてお尋ねさせていただいた次第でございます。ここで2点の質問をさせていただきたいと思います。1点目、一部の部署で受注機会の均衡が図れていない状況、ご説明にあった業者の固定化が長く続いてきたのはなぜでしょうか。その原因をどのように分析しておられますか、お尋ねします。2点目、合わせて改善策をどのように講じるお考えをお持ちなのか、総務部長お答えください。議長、木本総務部長。はい、自席からお答えいたします。確実な履行のために過去の受注実績に基づいて見積もり業者を選定しますこと、また人事異動等で担当者が交代した場合など事務処理に不慣れなことや事務処理の煩雑さなどにより前年度を踏襲して同じ業者を見積もり業者とする傾向がありますことなどが主な原因であり、その結果として見積もり業者が固定化し偏りが見られると考えております。こうした状況への改善対策につきましては、これまで行っております全庁的な周知や注意喚起に加えまして職員研修などを行い、見積もり業者の具体的な選定方法を示すことにより改善を図ってまいりたいと考えております。以上お答えといたします。西山和弘君。はい、業者の固定化が長く続いている部署が一部にあることの原因についてご見解をお示しいただきました。今回私が取り上げましたテーマは本市だけに見られる傾向ではなく、おそらく全国の多くの自治体、国の機関等においても都道府県の機関等においてもおそらく潜在してきた課題ではないかと推察します。本市におかれましては、先のご答弁の中にもありましたように、偏りが見られた部署に対しては、今年度はとりわけ個別の注意喚起と指導を行っておられますこと、さらには今後の改善策として、全庁的な周知のほか、職員研修等を行い、見積もり業者の具体的な選定方法を示し、改善を図りたい旨の力強い明快なご答弁もいただきました。各職場で締結されている随意契約のあるべき姿について、職員の皆さん、お一人お一人が、今回の調査結果を真摯に受け止め、そして八代市としての全庁的な課題として捉え、契約事務に対する適正な認識を共有する一つの機会にしていただければ幸いでございます。今回このテーマの直接的な担当部署ではない中に、誠意あるつまびらかなご対応をいただきました契約検査課はじめ、総務部長をはじめ、総務部の皆さんに感謝を申し上げ、この講を終わります。西山和弘君。はい、最後に大項目の3、社会情勢の変化と時代の潮流に対応する新たなブランド戦略について商工観光部長にお伺いいたします。ブランド戦略の関連では、私自身が平成23年の9月定例議会において関係の質問をさせていただいた経緯があり、その際検討しますとの扱いになったままの事案もありますことから、この点も踏まえ今回改めて質問をさせていただきたいと思います。1点目、当時八代ブランド戦略、通称五稜郭計画の推進体制の構築についてお尋ねしましたところ、全庁的横断的な推進体制が必要である旨の回答をいただいておりました。ではこれまで市役所の組織においてどのような体制づくりを行ってこられましたでしょうか。またその推進体制においてこの前期5カ年の間どのような取り組みを行ってこられましたか。次に2点目、市民共同の観点から18団体により構成される八代五稜郭連絡協議会を設置しておられますが、この組織の役割とこれまでの活動内容について説明をお願いいたします。
3点目、五稜郭計画の前期5カ年では、主に八代市の魅力を多くの人に知ってもらう期間と位置づけ、市内外の方に八代に対して魅力的なイメージを持ってもらうことを目標に掲げてあります。今月で前期5カ年が終了するわけですが、この前期の取り組みについて、どのような手法で検証を行われましたか、5カ年の取り組みの総括についてお伺いします。4点目、これも前回の宿題になっていた事項です。社会情勢等に適切に対応できるよう、適宜計画の見直しが図れるような位置づけにしてはどうかと提案していました。これに対して執行部は、社会環境の変化に適応するとともに、適宜検証を行う必要があることから、内容の見直しなどにより柔軟に対応したいとのご答弁をされています。そこで伺います。これまで見直し作業を行ってこられましたでしょうか。その対応状況をお伺いします。以上、商工観光部長、お願いいたします。宮村商工観光部長。おはようございます。おはようございます。議員ご質問のまず1点目、八代ブランド戦略五稜郭計画の推進につきましてお答えをいたします。推進体制といたしまして、平成23年度に八代ブランド五稜郭課を新設しております。翌24年度から八代ブランドを総合的に推進する組織としまして、3部7課で構成する八代ブランド営業本部を設置し、緊密に連携をしながら、情報発信や販路拡大、誘客等に関する事業推進を行ってまいりました。本年度、八代市フードバレー推進本部の設置に伴い、営業本部は廃止となりましたが、現在、商工観光部において、物産振興を含めた地域ブランドの推進に取り組んでいるところでございます。次に2点目、八代五稜郭連絡会議の組織と役割、および活動内容等についてお答えをいたします。連絡会議は、九州新幹線の全線開業など、高速交通網の整備による交流圏の広がりに伴い、激しい地域間競争に生き残るため、市内の各団体が連携し、推進する方策を協議、検討するために発足した会でございます。会議は7回開催をされており、各団体間からの連携事項や、地域認証制度、五稜郭かるた作成等について、検討が重ねられておりますが、平成25年度以降は開催されておりません。次に3点目、五稜郭計画の検証についてでございますが、本計画は本市の地域イメージを高め、認知度向上を図り、誘客へとつなげていくことが目的で、8つのブランド戦略をもって、特産品や観光分野のさまざまな認知度向上のための戦略を実施するものでございます。東京や大阪、福岡に本市職員を出向させ、最新の情報収集や本市の PR を実施したり、物産展やイベントの開催、また各種の広告媒体等を活用しながら、本市の認知度向上への取り組みを図ってまいりました。その結果、本市への誘客増や八代産物の新たな販路拡大等につながっており、一定の成果があったものと考えております。しかしながら、本計画の目標値設定は、10年間を束ねた大枠での単一指数のみであり、目標値に対する中途での成果や、個々の施策に対する数値等の評価が困難な部分もあり、客観的な検証には至っていない状況でございます。4点目の本計画の見直しにつきましては、本計画が10カ年計画であり、見直し作業は行ってはおりませんが、具体的な施策の展開におきましては、本計画をベースにしながら、他の計画等に位置づけられている事業は、それぞれの個別計画にのっとり実施するなど、柔軟な実施展開を図っているところでございます。以上、お答えといたします。西山和弘君、ただいまの答弁を要約してみたいと思います。1点目、市役所における五稜郭計画の推進体制については、全庁的横断的な組織体制は現在存在していないこと。
2点目、八代五郎岡連絡協議会は五郎岡計画の推進方針を推進の方策を協議検討することを目的に設置されておりますが、現在その活動は休止状態にあること。3点目、五郎岡計画の前期5カ年が終了し後期の5カ年を迎えることから、この前期の検証と総括についてお尋ねしました。当時適宜検証を行う必要があるとの答弁がなされておりましたが、その検証方法自体を準備されてこなかったことから総括ができていない状況にあること。最後に4点目、適宜計画の見直しが図れる位置づけにしておいてはと提案しておりました。これを受け執行部は前回内容の見直しなどにより柔軟に対応したいと答えておられましたが、実際はこの5カ年の間何ら見直し作業を行ってこられていないことが明らかになりました。また今のご答弁の中に五郎岡計画の目標については10年を束ねた1個の指標しか設定していないとの説明がありました。この目標値の設定の件については試験ではありますが、3年半前に担当部署へ私なりに問題提起をさせていただいてきた事案でもありますので、ここで改めて意見をさせていただきたいと思います。まず五郎岡計画の策定に際し、八代市の認知度調査というものを八代市が認知度調査というものを平成21年に実施されています。この調査の中の一つに、福岡県に在住されている方に対してあなたは八代市を訪ねたことがありますかとのアンケートを取っておられます。結果は回答者49人のうち17人が訪れたことがあるとの答えであったため、その割合は 34.7% となっています。そこで八代市は五郎岡計画の10年後の目標値として同様の調査を実施し、同じ質問、あなたは八代市を訪れたことがありますかの割合を 34.7% から 38% に増やすことを掲げていらっしゃいます。これに私は数点疑問を感じております。1点目、同様の調査を行った場合に 38% になれば目標達成だとすると、初回の調査と同じく回答者の総数が、まあ、仮に49人だと仮定した場合、八代市を訪れたことがあると回答する人が17人から19人へ、たったわずか2人増えれば目標値をクリアすることになり、全く合理性が見出せません。2点目の疑問、そもそも約500万人という県民人口を抱える福岡県において認知度を調査するための募集団としてたった49人という極めて小さいサンプル数では、おそらく統計学上推計は成立いたしません。3点目、目標の設定のあり方として福岡県在住者が八代を訪れることだけに特化し、この1項目だけしか設定 しないとしたこと、また目標数値 38% の根拠が不明確であります。いろいろ申し上げましたが、ここで再質問させていただきます。計画策定から5年という歳月が流れる中、超高齢社会、人口減少社会の到来や高度情報化の進展、グローバル化、価値観の多様化など社会情勢が大きく変化しており、またフードバレー構想や地方創生、インバウンドなど新たな潮流に即応した取り組みが求められている状況にあると思います。五郎岡計画と取り組みの実態の関係性が薄れ、体系的な施策を展開するという点から言うと、現在の計画のあり方自体が問われている局面を迎えているのではないでしょうか。つきましては、これからも五郎岡計画に基づいたブランド戦略を推し進めていくのか、それとも新たなブランド戦略へ移行していくのか、この際一旦立ち止まって柔軟な対応を考えるべきと考えますが、執行部のご見解をお伺いいたします。次長、宮村商工観光部長。はい、次席からお答えをいたします。地域間競争から地域間の連携推進へ、また外国人誘客、いわゆるインバウンドや地元から観光素材を発信する着地型観光の推進、また県南フードバレー構想等、時代の流れがここ数年間だけでも大きく移り進んでおります。計画策定後5年を経過している本計画におきましても、こうした急激な社会環境の変化やこれまでの経過を踏まえた上で、本市の新たなブランド戦略に向けた取り組みのあり方やその手法について新しい視点を取り入れながら検討してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。西山和弘君。はい、社会情勢の変化や新たな時代の要請に対する意識にご認識については、私と同様の見方をされていることをまずは確認できました。次にブランド戦略そのものの取り組みのあり方については、新しい視点を取り入れながら検討する旨の明快なご回答もいただきました。五稜郭計画は法令に基づき策定されたものではなく、八代市が任意の計画として作られたものです。もちろん法的に議会の議決を要するものでもございませんので、
新生八代にふさわしい新たなブランド戦略を積極的に展開していただきたいと思うところでございます。本件に関する本市の今後のお取り組みに大いなる期待と関心を寄せていくことを申し上げておきたいと思います。ここで最後の質問をいたします。これも同じく23年9月私が提案した項目のその後についてお尋ねするものでございます。地域ブランドの育成に資することを目的とした地域名と商標名からなる商標を特許庁へ登録する地域団体商標登録制度というものがあります。県内の事例としては黒川温泉、小国杉、熊本名産からしれんこん、阿蘇高菜漬けなどがありますが、本市では熊本畳表を八代農業協同組合さんが登録されています。八代市にはこのほかブランド化の候補が豊富にあると思います。例えば万平湯、トマト、泉のお茶、東洋の生姜、熊川の鮎、日名温泉、鏡のオイスターなど。ただし登録者となり得るのは行政ではなく農林水産業の協同組合等の団体が申請する仕組みとなっております。この制度は日本全国で商標の使用独占や PR 効果などのイメージアップを図ることにも寄与するものであり、地域ブランドの確立の一つの手段としてとても有効であると思うことから、団体への支援策の一つとして補助制度の創設を提案しているところでございます。執行部からは当時総合的に検討する旨の回答でありましたが、今後どのような取り組みを行われますか。現時点での執行部のお考えをお伺いいたします。部長、宮村商工観光部長。はい、自責からお答えをいたします。地域団体商標登録制度につきましては、現在団体等からの相談などがありましたときに経済産業省特許室への取り次ぎ等を行っている状況でございます。本制度は地域資源のブランド化や認知度向上に大変有効な手段の一つであると認識をしております。また平成26年度に対象となる団体が商工会議所、商工会、NPO 法人等に拡大されましたことから、制度の周知とともに先進自治体の状況や情報を研究しながら登録にかかる支援策としまして補助金等の必要性について検討をしてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。西山和弘君。はい、この地域団体における商標登録の取得に対する支援策については現在の市の計画にも掲載されていると認識しております。また熊本県においても知的財産活用戦略の中に位置づけてあるかと思います。3年半前、全国ですでに補助制度を導入している自治体の例を数例私からもご紹介させていただいた経緯もありますので、今度こそは本腰を入れて調査そして研究検討をいただきますようよろしくお願いしておきたいと思います。少し時間が残りましたので、昨日のテレビでございましたが、戦艦武蔵が海底深く沈んでいるのが発見されたとの報道が流れました。戦後70年を迎え、何か意味深ささえ感じたところでございます。当時連合艦隊の司令長官を務めた山本五十六氏が残した格言が多数あります。その中にあまりにも有名な人を動かすは皆様おなじみのことと思います。やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は動かじですが、この言葉にはまだ続きがあります。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば人は育たず、やっている姿を感謝で見守って、信頼せねば人は実らず、と山本長官は諭されていました。半世紀以上の歳月が流れても、今なお人材育成の名言として、現代社会でもさまざまな場面で活用されているのではないでしょうか。さて、蒲島知事にあっては、かねて県庁職員を前に次のような言葉を投げかけておられます。皿を割ることを恐れないで活動していただきたい。たくさん皿を洗う人は皿を割ってもいいんです。まあ、要するにたくさん仕事に向かう人は失敗してもいいんです。蒲島知事の言葉を続けますが、失敗を恐れずにチャレンジすることによって県民の幸福量を最大化していきたい、そのような県庁風土を作りたい。今年の仕事始めの日、私は県庁にいましたので知事の職員訓示を伺っておりました。やはり今申し上げた内容と同様のことをお話になっていらっしゃいました。中村市長におかれましては、平成26年度の4月1日、本市の職員に熱いメッセージを送っていらっしゃいます。
厳しい時にこそ職員が一丸となって質の高い職務遂行に努めていかなければなりません。所管する業務の積極的な推進はもとより全市全庁的な視点に立って率先して市民サービスに精励されますとともに、今後ますます重要となります部下職員の指導育成に今までにも増して取り組まれることを切にお願いしますと述べられていらっしゃいます。私も大いに共感するものでございます。結びに、中村市長の舵取りのもと、市民の安心と夢を乗せた新生八代丸が活気に満ちた職員という乗組員とともに輝く大海原を目指し順風満帆の航海を続けていかれますことを心より記念申し上げ、私の今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。